イングランド宝釈儀に描かれた、ウィリアム・ブラックストーンの肖像をウィリアム・ブラックストーンは、イングランドの法学者である。代表的な著作である、コメンタリーズ・オン・ザ・ローズ・オブ・イングランドは、イギリス法の解説書であり、コモン・ロゴの歴史を研究する上で筆形の書となっている。ブラックストーンは絹織物商人の家に生まれ、オックスフォード大学、ペンブルック・カレッジを卒業した。 1743年に同大学の研究員に就任。1746年、ミドルテンプル放送院員から法廷弁護士の資格を得、その後1758年まで放送会に席を置いた。その後再びオックスフォードの教団に戻り、法学の講師となった。その後、マグナカルタに関する論文を執筆し、王室弁護士にも就任した。 ブラックストーンが執筆したイングランド法尺には現代アメリカの裁判においてもしばしば引用され、英米法の中ではなくてはならない書の一つとなっている。その一方で、同書はカトリシズムへの反感も滲ませている。ブラックストーンは熱心なホイックと言われ、ホイック士官の先駆的存在とも揶揄される。1931年に星トールによる翻訳が出版されている。ありがとうございます。